H5N1 野系、H5N1 野系、H5N1 野型、インフルエンザ、A ウイルスサブタイプ H5N1 は、A 型インフルエンザウイルスの亜系の一つであり、H5N1、A とも表記される。H5N1 野系内でも、わずかな抗原性の違いによって少しずつ種類、クレードの違うものであったりするが、一般的に、H5N1 野系の形質を保っているものをまとめて、 H5N1 という。H5N1 は鳥、人、その他多くの動物において、インフルエンザを引き起こす。高病原性鳥インフルエンザ、ハパイを引き起こす株は、ハパイ A と総称され、特に東南アジアの多くの鳥の間で、エピデミック、局地的流行を起こしている、鳥インフルエンザも参照。ハパイ A の変異株の一つが、アジアで出現した後、現在では、 世界中に広がっている。また、人の間で爆発的な感染につながる恐れのある新型インフルエンザへの変異が懸念されている。なお、2009年に発生した新型インフルエンザは H1N1 夜景によるもので、これとは異なる。動物間で流行が起こった場合、感染の疑いがある多くの鳥や、その他の動物を通た殺処分して流行を食い止める。そのため、 H5N1 や鳥インフルエンザはよくマスメディアに取り上げられる。H5N1 は主に野鳥の間で伝染する。H5N1 を含む A 型インフルエンザウイルスのいくつかのア系、h 7マル7などは鳥インフルエンザを引き起こす。鳥インフルエンザは症状の程度により高病原性鳥インフルエンザ、ハパイと低病原性鳥インフルエンザ、ルプイに分けられる。 宿主である野生の水鳥がハパイ株に感染した場合でも発症することはないが課金に感染した場合は冠蓄の多くが死亡するルプイ株も主に野鳥の間で伝染するが鳥類に感染した場合の症状は比較的軽いか発症しないその他にも猫かの動物、犬、豚などに感染した例がある1980年代になってから感染症は 予防接種や抗生剤の服用によって治療することができるという一種の危機感の薄れがあった。しかし、1997年、香港で本来人間に感染することはないとされてた H5N1 型の鳥インフルエンザが人間に感染した。このウイルスに18名が感染し、うち6名が死亡した。この後も何度か人間に対して感染が起こっており、 現在、ハパイを引き起こすアジア株に感染した場合の人の死亡率は約60%である。感染者はほぼすべてのケースにおいて鳥と物理的接触をしたことが確認されている。人同士の間で伝染、もしくは人に空気感染するという証拠は発見されていない。また、この後の研究により過去のスペイン風邪、H1N1、香港風邪、 H3N2 などのパンデミックは鳥インフルエンザウイルスに由来するものであった可能性が高いという証拠が発見された。これは次のパンデミックも鳥インフルエンザウイルスの変異によって現れる可能性が高いということを表している。ただしそれは強毒の H5N1 ではない。H5N1 は人間同士の感染力が弱いことが多いのでパンデミックにはなりにくい。 多くのインフルエンザウイルスは増殖の過程で突然変異しやすいものであり H5N1 も例外ではない。さらにこのウイルスは同じ鳥インフルエンザウイルスである H9N2 と比べても世界規模で半に過金に流行しておりウイルスの個体数から考えても人感染型の変異体の発生の可能性は極めて高いと考えられる。また 突然変異でなくとも人間に感染したウイルスが体内で人インフルエンザウイルスと遺伝子再集合をした場合、抗病原性を保持したまま人間同士での感染力の高いウイルスが生まれる可能性ある。2005年9月、鳥インフルエンザのアウトブレイクにより500万から1億5000万の死者が出る可能性があることが発表された。鳥インフルエンザウイルスは進化を続け、 パンデミックを起こすことが予想されている。この進化のスピードは当初の予想よりずっと早いものであった。ハバイ A はもともと致死率が高いことに加え、進化によって毒性も高くなりつつある。そのため、世界的なパンデミックに備えた対策が取られつつある。流行の際の致死率を下げることを目的として、プレパンデミックワクチンが開発された。しかし、 プレパンデミックワクチンで感染を確実に抑えることができるかどうかは不明であり、実際に効果があるワクチンが製造できるまでには、パンデミックが起こってから数ヶ月が必要である。変異株の出現後3ヶ月以内に予防ワクチンの本格的な生産開始が望まれ、1年以内に10億人分のワクチンを用意することが要求されている。H5N1 は、 鳥の間で突然変異を続けることにより、人間の集団免疫、ハードイミュニティの限界を超えて複数回のパンデミックを起こす可能性がある。その遺伝子子孫によって起こるインフルエンザパンデミックでは、H5N1 以外のアケーを含むことも考えられる。H5N1 の遺伝子解析の結果、H5N1 の遺伝子子孫によってパンデミックが起こった場合は、スペイン風邪より、 死死率が高くなると予想され、スペイン風邪以上の大規模なパンデミックになる可能性がある。ハパイ A の最初に発見された株は A、チキン、スコットランド59と呼ばれ、1959年にスコットランドで2つの鶏の群れを病死させた。しかし、この株と現在流行している高病原性株との違いは非常に大きい。2004年に 主に流行したハッパイ A は、1999年から2002年にかけて、Z ジェノタイプを持つように進化した。これは、アジア型ハッパイ A、アジアンリネージュハッパイ A と呼ばれている。アジア型ハッパイ A は、抗原性によって2つのクレード、クレードに分けられる。フーの発表では、2005年後半から2006年にかけて、人へ感染した H5N1 は主にクレードに出会った。 遺伝子解析により、クレード2は、さらに6つのサブクレードに分けられ、そのうちの地理的に異なった場所に分布している3つが、人に感染した。地図。2007年、エマサブクレードの変異株についての研究が行われた。36の変異株の全ゲノム配列が解析され、現在存在する H5N1 の遺伝子の解析が進んだ。この研究が行われる前にも、 2004から2006年のヨーロッパの5つの株の全ゲノム配列の解析が行われていたが、中東と北アフリカの株については全ゲノムの解析は行われていなかった。解析の結果、全てのヨーロッパ、中東、アフリカのサンプルは現代アジアのクレードとは別のクレードに分けられ、共通の祖先が1997年の香港株であることが分かった。随一、 リンク先は HA、ヘマグルチニンによって分けられた系統発生樹であり、三つの型、リネージュが存在することが示されている。クレードのうち二つは、ベトナムの分離株のみであり、五つの分離株が含まれている小さいクレードは V1、九つの分離株が含まれている大きなクレードは V2 と名付けられた。残りの二十二株は、ヨーロッパ、中東、 アフリカから分離されたものであり、エマ、クレードに分類される。分離された A15N1 の変異株には一定の条件で名前が付けられる。例として、A、チキン、ナコーンパッドム、タイランド、CUK2、04の命名法を説明する。他にも、A、ダック、ホンコング、308、78、A、エイバイアン、NY、01、A、チキン、 メキコ、3万1381から3、94、A、シュベラー、エジプト、レイサンという風に命名される。他の鳥インフルエンザウイルスと同様に、H5N1 も高病原性、ハイリーパサジェニック、HP と低病原性、ローパサジェニック、LP に分けられる。ハパイを起こすウイルスの毒性は、非常に高く、感染した個体はほぼ100%死亡する。 ルプイウイルスの毒性はそれほど高くはないが、このウイルスは、ハパイウイルスの祖先である、可能性がある。世界中で鳥を死亡させている H5N1 は、ハパイ株である。その他の株はルプイ株であり、病気を引き起こさない北アメリカ株もこれに含まれる。現在確認されているハパイ株は、H5 ア系か、H7 ア系のものである。通常ハパイウイルスは、 人と野鳥のどちらか、片方にのみ高い毒性を持っている。H5N1 は、オルトミクスウイルスか A 型インフルエンザウイルス属の、ア系の一つであり、RNA ウイルスである。ゲノムは八つの領域、PB2,PB1,PA,HA,NP,NA,M,NS があり、マイナス一本鎖型 RNA で構成されている。HA は、 抗原性糖タンパク質であるヘマグルチニンをコードしている。ヘマグルチニンはウイルスの表面に存在し感染する対象の細胞にウイルス結合させる働きがある。ナは、クリコシダーゼの一種であるノイラミニダーゼをコードしている。ノイラミニダーゼは感染細胞からのウイルスの放出に関係している。ヘマグルチニン HA やノイラミニダーゼナは抗ウイルス薬や 抗体のターゲットとなるため、医学的に重要な要素である。H5N1 は H、ヘマグルチニント、N、ノイラミニガーゼの種類を持てている。A 型インフルエンザはたびたび多数の死者を出す、大流行を繰り返してきた。今までパンデミックを起こした、主な系を、死者の多い順に並べると、以下のようになる。低病原性鳥インフルエンザ H5N1。 ルプゴ H5N1 は北アメリカ株と呼ばれ、野鳥の間で伝染する。野鳥に感染した場合の症状は軽いか、全く出ないことが多いが、人に及ぼす影響に関しては分かっていない。この株が課金の間で伝染するようになった場合、伝染していく途中で突然変異を起こす可能性も考えられる。以前は、州都大学が、 野鳥において調査したルプイ H5 と H7 のことを報告する義務がなかったため、上のリストでは昔のルプイ株のことが含まれていない可能性がある。あとに、国際従役事務局 OIE はルプイ株のことも報告するように義務付けた。2006年 OIE はルプイ H5 と H7 が突然変異を起こす恐れがあるとして確認されたすべてのルプイ H5 と H7 を 報告するようにめた。そのため、USDA は、あらゆる方面でこれらの株のことを調査している。H5N1 は、野鳥に感染することによって、世界中に広がる、可能性がある。H5N1 は突然変異と遺伝子の再集合を起こすことにより、今まで感染しなかった人などの動物に、感染するようになることも考えられる。H5N1 は、 鳥の軌道にあるガラクトース受容体の一種に結合する。このガラクトース受容体は人には存在しないタイプのものであるが、人では肺胞の内外でのみ増殖する。そのため、普通の伝達ルートである赤薬シャミによっては放出されにくい。H5N1 は主に課金によって伝染する。課金が直接移動した場合、鶏肉製品として流通した場合、鶏肉が 飼料や肥料として利用された場合などに感染が広がると考えられている。人が H5N1 に感染した場合は、鳥から伝染したケースがほとんどである。野生のカモ、アヒル、白鳥は発症することなく、H5N1 を運ぶことがある。多くの哺乳類や鳥類は、ハパイ A、H5N1 に感染するが、水鳥が宿死として、どのような働きをしているかは分かっていない。 ーは、肥料の表面に付着した H5N1 が世界中に広がる可能性がある子を報告した。突然変異によって様々な毒性を持つ H5N1 の株が誕生した。一つの動物種にしか病原性を持たないものや、様々な種に病原性を持つものなどが存在する。抗原ドリフトにより、同じクレードの中でも様々な毒性を持つ、 抗病原性株が数十種類誕生したが、現在存在するものはすべてジェノタイプ Z に属する。1997年と2001年に香港で分離された H5N1 は、鳥の間で伝染せず病気も引き起こさない株であった。2002年に香港の鳥から新しい変異株が分離された。この株はカモに対して神経障害を起こして死亡させた。 ジェノタイプ Z は2002年に既存の抗病原性 H5N1 株からの遺伝子再集合によって誕生した。ジェノタイプ Z には人に感染することができるクレードが2つ存在し、東南アジアの鳥の間でエンデミックを起こしている。突然変異はこのジェノタイプの中で起こっている。H5N1 に感染した鳥は唾液、鼻の粘液、粉、血液などによって ウイルスを伝染させる。他の動物はこれらのものに直接接触することによって H5N1 に感染すると思われる。H5N1 は摂取0度で30日、摂取37度で6日、常温で数週間感染力を保つことができる。北極のような環境でも変化することはほとんどない。渡り鳥は H5N1 の宿主の一つであり、世界中にウイルスを輸送する。 H5N1 はこれまで知られていた他の高病原性鳥インフルエンザウイルスと違い、過菌以外の動物によっても伝染する。2004年10月、H5N1 はそれまでの予想よりずっと危険なウイルスであることが分かった。水鳥が高病原性、H5N1 株を鶏、カラス、ハトなどに伝染させていることが判明した。さらに、 ウイルス自体も哺乳類に対する感染力を強めていった。パンデミックを遅らせることはできるが、完全に止めることは不可能であると予想されている。1997年以降、H5N1 の抗原性、遺伝子座が進化し続けていることが判明した。それによって、以前より広範囲の鳥類と猫かの動物にも感染するようになった。病原性も強力になり、 実験用のマウスとフェレットに全身症状を引き起こした。さらに環境に対する安定性も増加している。2007年8月22日、バリ島での鳥インフルエンザによる二人目の犠牲者として、28歳の鶏業者のインドネシア人が入院の4日後に死亡した。インドネシアにおける犠牲者は84人となった。地元の研究所の検査により、 H5N1 の陽性反応が出た。2007年9月29日、H5N1 は妊婦の胎盤を通過して胎児に感染する可能性があることが判明した。さらに、ウイルスが肺だけでなく、消化管、脳、肝臓、血球など全身に影響を与えることが分かった。インフルエンザウイルスは RNA ウイルスであるため、突然変異率が高い。また、 新たな変種が生まれる原因には、同じ宿主に2種類のインフルエンザウイルスが感染した場合、ウイルスゲノムが分割されることによって遺伝子再集合が起こり、遺伝子組み換えが起こることがある。これにより、病原性のなかった株が人に対して、病原性を持つようになる可能性がある。ある種の動物にのみ感染するという選択性は、主にウイルスが持っているヘマグルチニンの種類によって決まる。 ヘマグルチニンのアミノ酸配列が一つでも変化すると、標的細胞への感染能力に大きな変化が起こる。鳥インフルエンザにこのような変化が起こった場合、人に容易に感染するようになることも考えられる。H3N に豚インフルエンザはベトナムの豚から発見され、中国の豚の間で感染流行を起こしている。この系は新たな変異種が発生する恐れがある。 2006年2月に流行した H3N2 はアマンタ人とリマンタ人に対して体制を示した。H5N1 と H3N2 が遺伝子の再集合によって遺伝子交換を行うことが懸念されている。H5N1 の中で遺伝子再集合が起こった場合は H5N1 アケのままであるか、アケがシフト、抗原シフトすることも考えられる。H3N2 は H2N2 から抗原シフトによって進化した。H2N2 と H3N2 のパンデミックを起こした株は鳥インフルエンザの RNA 領域を持っている。1957年、H2N2 と1968年、H3N2 にパンデミックを起こした株はヒトユラウイルスとトリユラウイルスが遺伝子再集合を行って誕生した株であった。年に スペイン風邪を起こしたウイルスは鳥由来のものであったことが判明している。H5N1 が最初に人に感染したのは香港の鳥の間で大流行したのと同じ時期である。この時は香港市内の鳥をすべて処分することで流行を食い止めた。感染経路は感染した鳥やその排泄物、死体、臓器などに濃厚に接触することによって稀に 感染することがある。日本では発症した人は確認されていない。鳥インフルエンザウイルスのヘマグルチニンは α2 から 3CR3 レセプターに結合するが、ヒトインフルエンザウイルスのヘマグルチニンは α2 から 6CR3 レセプターに結合する。人型の H5N1 は存在しないため、H5N1 に感染した人は鳥型の H5N1 に感染したことになる。 人インフルエンザの一般的な症状は、発熱、咳、喉痛、筋肉痛、血膜炎などで、さらに重症化した場合は肺炎などを起こし死に至ることもある。症状の重さは感染者の免疫によって変化し、以前どのタイプのウイルスに感染したかによって大きく変化する。抗病原性 H5N1 は、 従来型の人インフルエンザと異なりウイルスの増殖部位が呼吸器系に限定されず全身の臓器において増殖する力がある。これは普通は HA 期が人では呼吸器にしか存在しないタンパク質分解酵素によって解列と呼ばれる2つに分かれる過程が必要とされるが抗病原性 H5N1 では人の全身にあるタンパク質分解酵素で解列が起きるためである。 このことが人が高病原性 H5N1 に感染した場合の死亡率の高さとなると考えられている。フーの報告によると適切な治療を受けない場合の致死率は60%になるとされるが、鳥インフルエンザに感染し治療を行わない場合でも実際の死亡率がフーの報告より低い可能性がある。あるケースでは H5N1 に感染した団地が 風邪のような症状を示さず、速やかに下痢を伴う昏睡状態に陥った。H5N1 が人のサイトカイン濃度に影響を与えることが報告された。感染部位の組織の破壊と他のサイトカイン生産に関係するタンパク質の一種 TNKα、主要 S 因子 α の濃度が H5N1 に移ることによって高くなる。インフルエンザウイルスによって サイトカインの濃度が上がることで、高い発熱、保管、嘔吐、頭痛などが起こり、組織の損傷がひどい場合は死に至ることもある。このような免疫系の性のフィードバックによるサイトカインの過剰生産は、サイトカインストームと呼ばれ、H5N1 に感染した場合は、他のウイルスより激しく起こるのが特徴である。従来のインフルエンザは、高齢者のみが致命的なハイリスクグループであるが、 サイトカインストームによって免疫力の強い若年層でも多数が致命的な症状に至る可能性が指摘されている。しかし、スペイン風邪ではサイトカインストームは起きていなかったという研究者もおり、若年層で死亡率が高い原因はまだ十分に解明されてはいない。H5N1 に対する確実な治療法は存在しないが、オセルタミビル。 タミフルを投与することによってウイルスの増殖を抑制することができる。一部の国と組織はオセルタミビルを H5N1 に対する予防薬として使用するかどうかを検討した。フーの専門家によればオセルタミビルの実際の効果はまだ調査中であり確実なことは分かっていない。ワクチンの製造も新しいウイルスの出現から6から9ヶ月はかかると予測されている。 過去90年の伝染病の例を見ても、ワクチンによって流行を止められるかどうかは疑わしい。H5N1 のいくつかの株に対するワクチンがすでに存在する。しかし、H5N1 は継続的に変化し続けているため、ワクチンの使用は限られている。H5N1 に対するワクチンは由来と、タイミングによって大きく2種類があり、今ある。 鳥インフルエンザウイルスを弱毒化するなどの手法で実際の人への感染流行前にあらかじめ作り置きしていくプレパンデミックワクチンと人への感染流行が始まってからそのウイルスそのものからワクチンを作るパンデミックワクチンであるプレでは人への感染流行に対して最小の遅れで提供でき事前に安全確認の時間も取れるなどの利点があるが実際に流行する ウイルス株とは異なるためにワクチンとしての効果は劣ると考えられている。H5N1 が実際にパンデミックを起こすまでワクチンを作ることはできないがプレパンデミックワクチンが開発された。さらにワクチンの製造会社にもワクチンを現状より大量に早く製造できるよう設備を拡大することが求められている。動物実験によりザナミビル・リレンザが H5N1 に効果的であることが分かった。2000年にマウスを使った実験によってザナミビルが他の鳥インフルエンザウイルスである H6N1、H9N2 に感染した哺乳類にも効果があることが判明した。ザナミビルが H5N1 のパンデミックに対して有効かどうかは定かではないが、タミフルと共にザナミビルを備蓄しておくことは パンデミックの対策になる可能性がある。2006年9月、フーはタミフルとアマンタジンに抵抗を持った株を確認したことを発表した。近年ロンドンの研究所で行われた実験では、アイスランドの会社、ザイムテックで開発された酵素混合物を使用することにより、H5N1 の99%を無力化することに成功した。この混合物は、 正常な細胞に影響を与えず、5分以内にウイルスを無力化することができる。2008年初頭現在、アメリカ合衆国ではに700万人分のフツ、サノフィパスツール社が開発したプレパンデミックワクチンを用意しているが、さらにアジュバントと呼ばれるグラクソスミスクライ社とノバルティス社が開発した物質によって必要な抗原量を12分の1程度まで減らせられる。 可能性がある。2006年5月にインドネシアで大流行直前まで事態が進展した時点ではスイスのバーゼルにあるロシュ社本社と米国ニュージャージー州の風倉庫には風が保管するタミフルがそれぞれ150万分計300万人分が全世界に向けた分として確保されていた。これはパンデミックの発生初期に短期間。 集中的に大量供給することで感染を1、地域に閉じ込めるため用意されている分である。日本では2008年3月現在に、000 2、レーレレレレレレ人、X2 回分のプレパンデミックワクチンが、現役の状態で、準備されている。2008年内に感染症指定の医療関係者など5,561人に、このワクチンが投与され、うち8人が何らかの異常によって入院した。 2009年度からは安全性が確認されればという条件付けながらパンデミック発生と同時に医療関係者や公務員、交通関係者などのライフライン従事者を中心に1、0000 000人に接種されることが決定されている。また、これ以降の将来に全国民に対する接種の必要性が検討されている。この決定以前は 国内での人から人感染が確認されてから、初めて接種準備を始めることとなっていたので、現役の製剤か、一人二回の接種と、免疫獲得までの2.5ヶ月を考えれば、国際的にもかなり進んだ対策となっている。ただ、実際の大流行発生時には、発熱している患者を診察、収容する医療機関側の準備が実訓練ではほとんど行われておらず、 医療関係者も感染を防ぐ対策が自分自身で確実と実感できなければ参集しないのではないかという懸念がある。国や地方自治体のレベルでもパンデミックに対する対応準備は徐々に進められていい。米国での一般住民を巻き込んだ大規模な予行演習レベルと日本の現状ではまだ差があり、薬以外の準備は構想だけかごく小規模に行われた予行演習に止まっている。 米国では少なくともプレワクチン接種は広い駐車場に特設されたドライブスルーによって接種者同士や医療関係者の感染リスクを最小にしながら10分以内で全てを得て出て行けるまでに順が行われている。カリフォルニア州では学校に対する感染の広がり、学校閉鎖の決定と伝達の手順や生徒の退去手順、 再開の手順などが含まれる7時間の研修コースが行われており、Web と DVD でもガイドが提供されている。CDC は最大12週間は生徒を学校に集めないように警告している。また、本格的な大流行によって救命すべき患者が医療機関の能力を超えた時のことを、両して2005年11月に公表された米政府の 高齢者優先救命方針に対して、全米の一般国民の、特に高齢者を中心とする多数からの、相当多くない将来自然において死ぬ我々より、むしろ未来のある幼年者、若年者を助けろという意見によって2007年10月に、方針が180度変更された例など、全米規模で、パンデミックに対する理解と準備が進んでいる。日米とおそらくその他の国でも、 人工呼吸器が不足することが現時点で明らかになっているが、数百万人や数千万人単位で発生する患者分の何割分かの大数の人工呼吸器を用意することは限られた。医療予算では賄えないために、新規購入を増やす努力は行われていても、依然として不足することは今から明らかである。仮に人数分が製造、購入できても、それを操作する。 医療従事者がいないという別の制約もある。H5N1 によって人や動物が死亡するケースが出たため人間社会に与えた影響は非常に大きい。H5N1 のパンデミックに対する研究には数億ドルの予算が費やされている。H5N1 の被害によって10億ドル以上の損失があり、被害を抑えるために2億羽以上の鳥が殺処分された。 パンデミック対策に個人で備蓄を行う人も出てきた。日本においてもパンデミック対策として家から数週間出なくても生活できるように個人で食料などを備蓄しておくことが推奨されている。しかし、H5N1 のパンデミックをそれほど重大なことではないと考える意見もある。風光集衛生当局者ロバート・ブラウンは次のように語っている。ブラウンは H5N1 については、まだ分かっていないことが多くあると語っている。まだ完全に研究が完了したわけではないため、さらなる研究と国際的な連携が必要である。また、日本の北海道大学、北広志教授もパンデミックの可能性には否定的である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。